今日たちよ、今日、12月20日。もう、そろそろ、イエス・クリストの、誕生が、近づきます。もうすぐ、教会とともに、全教会とともに、私たちもこのイベント、この素晴らしい、イベントを祝う、だろう。で、今日、この、教会は私たちに、そのイベント、その、私たちの救いの、最も大事な第一歩を祝うため、あるいは、その、イエス・キリストの、誕生を祝うことによって、その、イエス・クリストの救いを迎えるために、この福音を与えてくださいます。有名な福音。聖母マリアへのお告げの福音です。ザカリアへのお告げには私たちがその、イエス・クリストの、その、ザカリアが自分を見るので疑いました。ということをはっきり見ましたよね。やっぱりザカリアが、自分を認めない、自分の弱さをあんまり好きじゃない、自分が、望むような人ではないから、非常に、震えて、非常につまずいて、やっぱり、なかなか、天使が告げたことを信じにくかった。だから、沈黙。だから、口が、閉められてしまいました。ね。それはもう、当然なこと。ね。謙遜な道。ザカリアのために、準備された、準備した、神様に準備された、謙遜の道。心を開くためには、クリスト、あるいは、救いを、迎えるために、クリストの前に、ね、心を開くために、口を閉める必要がある。面白い。面白い。そう、不信感、文句、疑いの言葉を消さなければならない。もちろん、口は、心にあるもので喋るということですよ。内容は心から出る。そして、その心の中にある、気持ちと言いましょうか、考えとか、感情などは言葉になって、そして声に乗って喋ることになります。だから、ザカリアは何だろう、どうしてこんなことがあり得るのかとかね、その本当に自分を認めないから、自分のことを好きじゃないから、自分がなかなかできないと、プライド、神様に対してね、なんで私をこんなに弱いもの通してしたのか、なんで私、なんでこんな私と、いつもその責任を神に置いてしまいます。ザカリアは、まあ、直接にそれを全て言ってないが、やっぱり黙った方がいいよ。もうこれ以上話さない方がいい。もう信じなかったから黙れと言われたよ。で、セボマリアが反対です。正反対です。セボマリアが自分がね、自分が何もないと
わかった。知っていた。でも、その、虚しさに、なんか、安らぎを得たと。セブマリアが、別の人になる、なりたか、なりたい、ことが一つもなかった。セブマリアが、別の人になりたくなかった。彼女がそのままでいいと。神様に作られたものですから。作られたものですから。土で作られたものですから。それで十分と。これは聖母マリアの謙遜。聖母マリアは本当に夢を見て、ああ、これなればいいな、ああ、これをすればいいな、ということね、全然なかった。もう、彼女が置かれたところ、置かれた場所、置かれた家族、もう、その体、その、すべては、いいですよ。すべてはもう、自分だけではなく、喜んでいます。もう喜んでいます。すべては素晴らしい。もう、それ以上は、本当に、これで、十分だけでなく、まあもちろん十分ですけど、十分以上、それで、私が満たされています。私が、もう神に感謝しています。だからこそ、そのプライドがなかった。そのプライドの傷がなかったから、その虚しさに神は全てをなさることはできました。クリスマスは私たちにこれをはっきり言っています。私たちの虚しさには彼は何でもできる。だから神にはできないことは一つもない。とちゃんと天使が聖母マリアに言いました。マリアは、私はこんなもので、しかも、男とね、関係がないから、もう、本当ですか、もう考えられないでしょってね。でも、疑うことではなく、文句ことでもない、もう本当にびっくりして、この純粋なびっくりで、もうこれを語ったマリアは、もう、虚しいよ。ゼロよ。もう、空っぽだよ。乙女だよ。乙女からこそ。ゼロからこそ。人間の力は一切ないから。一切出てない。人間の賢さ。人間の素晴らしさ。全然、いらないんですよ。旧約聖書には神様が行った時には御民が何もしてなかったでしょ。いつでもサンソンの子と、もうああもうなんか何千人がいらないんですよ。もう本当に少ない軍隊だけでいいよ。なぜかというと軍隊とか戦車とかそれによってイスラエルが勝つのではなく、私。あなたのことではない。約束された地に入った時には、神は、御民にね、モーゼの口を通して、一つの注視しかしてないかった。まあ、二つですね。基本的に言えば。一つは、一番根本的な、一番、なんか、土台的な注意は何でしたか？やっぱり、あなた方は、約束された地に入った時には、自分の力で、自分の能力で、自分の賢さで、この素晴らしい土、ところに入ったということは考えてはいけない。私が全てを捨てたということを忘れないで、忘れたら死ぬ。面白いね。忘れたら死ぬ。そして、他国の、そちらに、
住んでいる、いろんな国々の嘘の神々を拝んではいけない。当たり前、神が全てをしたとなさったということを忘れると、契約、他の神々、他の人間に作られた神々と契約を結ばなければならないでしょ。まあ大体、ね、ザカリアの裏にはね、このいろいろな神、なんか民の見た目の歴史があります。え、もう慣れているから、え、まあなんかな、人間が協力しなければならないでしょう、神に。神と協力者、え、今協力協力協力、え、協力しぼくしようという感じみたいな感じ、神と。いや、神はちょっと待って、ちょっと待って、私は全てをする、あなたが私に自分の虚しさを示し任せてください。聖母マリアはそうです。今日の福音はこのポイント、この最も大切なポイントを私たちに示してくださいます。あなたの虚しさ。だから私たちが日常の生活の中で何度も何度も何度も自分の虚しさを見なければならない、発見しなければならない、そちらにぶつからなければならない、プライドが砕かなければ、神が私たちのプライドを砕かなければならない。でないと私たちが神様に 100% 完全に私たちの全てを委ねることはできない。そうなれ、そうすれば神が私たちに完全に働くことはできない。わかる？だから信仰の道は謙遜の道です。だから大人の信仰を得るための道が降りる道、自分の虚しさ。洗礼を受けた時には、え、洗礼志願者は裸で入りました。裸でそちらに入ります。もちろんです、もう私が本当に裸です。天国、罪、天国で楽園、え、エデンの園に罪を犯してからなった状態、そのまま、その虚しさ、そのね、聖母マリアが無限罪だったから、もうそれを直接に受動的にこの虚しさをに住んで暮らして、休んで、その虚しさを認めて、自分が神に使えているものですから、はあ、主はあなたと共におられます、主はこの虚しさと共に、主は、ね、もう心配しないで、全てが神がする、彼がその霊によってあなたを覆う、あなたが身ごもるのが、その神の豊かさ、神の素晴らしさ、神の権、もう権能、神のもう全能で満たされる。考えられないけど、アーメン、その通り、確かなことであると答えるために、この虚しさを認めなければならない。聖母マリアがこの自分の虚しさを、ね、認めたから、最後に震えながら、はいよりもアーメンと言った。もうあなたの言葉が確かです。でないと神様が全てしないとこのことはありえないでしょう。ああ、逆、ザカリアと逆、私たちと逆、あなたが全て死なない限り、もう私が聖人にならない、キリスト者として生きることはできない、自分の使命を果たすことはできない、神父として、お父さんとして、お母さんとしてなど、けどあなたが全て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 すると、私が奇跡さえも私を通してこの世に現れる。どういう奇跡？3番目の子供、5番目の子供、10番目の子供を産むこと、その人を許すこと、命をかけること、敵を愛すること、え、
のそのいろんな奴隷から解放されること、お金のために、なんか、命をかけないで相手の善のために命をかけること、この奇跡、この奇跡は全て、自分の虚しさを神様に、委ねられることによって自分の中に行われる。そのために私たちが召されている。そのためにこのクリスマスを今年も祝います。どういう奇跡が神様があなたと私に行いたい？ああ、考えて。どこであなたが虚しいものであるということをはっきりわかる？そちらで神様が素晴らしい奇跡を行ようとしています。ちょうどあなたができないところ。ちょうどあなたが私も自分の虚しさを見出して認めるところ。なかなか奥さんを許さない。なかなか、なんか、締結を守れない。なかなか、真理のうちに語らない。それを、神に委ねて、クリストに委ねて、このクリスマスの時には、この虚しさを委ねて、育ったら、神様が、そちらに受肉して、そちらに受肉、そちらに、その肉、その虚しい肉、弱い肉を取って、あなたが許すことができるようになる。締結を守ることができるようになるな。ね。真理のうちに人々と自由に語ることができるようになる。素晴らしいでしょ。だから、ね、ゆっくりゆっくり改めてこの天使の良い知らせを聞きましょう。虚しい。虚しいであるからこそ神様がそちらに宿る。あなたの中にいろいろ。だからあなたの虚しさはあなたと私の宝物であると。私たちの謙遜、私たちの純潔は私たちの虚しさです。それによって私たちが神の子となり、天国に戻ることができます。この馬小屋は天国の味見です。キリストはそちらに、降りるから、私たちの虚しさを彼の豊かさで満たして、その私たちの日常の生活、私たちの人生、私たちの全てが天国の味見になる。良い日を。